はい、こんにちは、真夏真中です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、私が、YouTube を始めてから3年ぐらいかな経とうとしているんですけれども、なんとですね、5万人のチャンネル登録数到達しました。ありがとうございます。まあね、その頃から見ていただいている方はどれぐらいいらっしゃるかどうかっていうのがわからないんですけれども、感謝の気持ちを込め、また改めて今後の目標だったり、私がこう考えていること、自己紹介っていう形でですね、今から見るよとかっていう方にもね、私自身を知ってほしいと思い、今撮影しております。今回に関しては動画ではないんですけれども、やっぱり僕という人間を知ってもらって、今後のね、演芸業界こう盛り上げていきたいなっていう部分がありますんで、ぜひね、見ていていただけると嬉しいです。まずね、先ほどもご説明したように、多分コロナになるなっていう前ぐらいかなに YouTube 始めました。その YouTube 始めたきっかけっていうのは、当時ね、兄が、ゴルフの関係の方と親交があったりして、まあ今はこうインスタもあるけど YouTube がこうね、一気に来てるみたいよっていうことで、兄がね、やろうかなって言ってて、やった方がいいよっていうことだったんで、まあじゃあ僕もやってみようかなと思って、始めたのがきっかけです。で、その時に、まあ昔から言われてたように、こう、まあ、まずは形からっていうことで、まあその頃全くカメラのこともわからなかったですけれども、カメラを購入して座って話し始めたのが今映っている動画ですね。今はね、動画始まる前、はい、こんにちは、真夏真中です、いつもご視聴いただきありがとうございますっていう風に始めるんですけれども、まあその頃はね、こう画面見るだけでこうニヤニヤしちゃうというか、恥ずかしい、どんな風に映ってんだろうっていう、これはマジでした。で、それがね、こう1年2年3年後経っていくごとに、こうカメラも見れるようになって、恥ずかしさっていうものなく話せるようになっていくんですけれども、僕がこの実感したのは、やっぱりこの継続する大切さ、まあ、自分の目標があって、何を伝えていくか、どういうことをしたいからっていうので、まあ、休んだ時とか不定期になった時期はありますけれども、まあ少なからず継続してこれたっていうのは、まあ、自分自身にも自信がついて、こうカメラの前で話すっていうことができるようになったのかなと思います。またね、いろんな方のコメントいただけることで、自分自身を肯定することができて、よし、もっともっといろんな人に育てる楽しさを伝えようっていう風に、よりね、僕にこうチャンスだったり、こう機会を与えてくれたのは、いつも見てくださる視聴者の皆さんのおかげだと思っております。はい、本当にありがとうございます。はい、で、私はですね、自己紹介がね、ずれてしまったんで、マナズ・マナカというね、名前で、ドライガーデンの施工、外光の施工をメインに仕事をしております。で、所沢にあるマナズファームというところで植物の販売を行っていまして、昨年度より沖縄にですね、植物が好きすぎてですね、沖縄に生産のために、またあったかいうちだったら植栽っていつでもできるんじゃないってことで沖縄に移住してきました。はい、なので全国各地、基本的に場所は問わずドライガーデンの施工だったり、今このね、情報を発信することによって知っていただいた皆様のおかげで、全国各地でですね、植物のイベント等をさせていただいております。またメインとはなっておりますけれども、やっぱりね、 YouTube の発信で植物の魅力を伝え、植物で感動を与え、植物を通じて人とつながるっていう活動をしております。はい、で、なぜじゃあこれを伝えようかと思ったっていうところなんですけれども、僕がですね、見習いの時というんですかね、に植栽の仕事をしている時にですね、生け垣といって、植物でこう壁というか、このね、認知の境を作るんですけれども、その当時ね、生け垣をやってくださいって言われて掘ってた時に、もうずっと前から言ってるんですけど、隣のおっちゃんが「わーい!」っつって、「こんな近くに植えんじゃね、もっと30センチ離せ」って、こう自分の土地でないところに対してそういう風にね、今言ってきたんです。まあその頃っていうのは、まあその下請け業の植栽とかもしていた時があったんですね、その僕が下修行時代っていうのは。ですので、やっぱりこう直接お客様から声をいただくっていうことがなかった段階で、植物って好きな人ってあんまいないのかなっていうふうに思ったんですね。まあ今思えば、植物がわさわさっと大きくなってしまうから、なるべく離してくれよっていうのを、まあ感情的にね、こう30センチぐらい離してたのにもっと離せっていうふうに言ってきたのは、まあ自分ところに迷惑をね、
こもりたくないとか、こうメンテナンスしなくなったらどうするんだっていうことで、そういうふうな一言を僕に言ってきたと思うんですけれども、その時に僕はすごい残念だったというか、僕自身はもうその頃からアデニウムとかそういうのを育ててたんで、植物好きな人ってあんまりいないのかなっていうふうに感じ取ったんですね、その時は。で、その開墾植物に、まあ、出会って、で出会うきっかけっていうのは、まあ、テレビを見てっていうね、こう見放部分ではあったんですけれども、まあ、アデニウムを買ってみたら、こんな小さいのになんだこのバーバブみたいなこの世界観で花咲くのかみたいないう感動を受けて、まあ、そこから、まあ、その時はね販売するという知識や知恵もなかったんですけれども、そのね今、私の妻であるくるみどりチャンネルのねくるちゃんっていうのがこうスタイの販売みたいなのをしてて、今でいうメルカリヤフオクなんか違うのがあったんですけど、割とすごい売ってたんですよね。で、あ、そんなに売れるんだっていうふうに思っていて、自分自身も何か販売したいなと思って、始めたのが、その頃にハマっていた開墾植物を売ろうっていうタイミングが、まあその時はもう下火でここから上に上がってくるみたいな状況の時だったので、こうねもう出せば売れるっていう時代だったんですけれども、まあそこから植物の販売を始めるようになって、その修行時代、まあ3年の下積みをして独立することとなります。はい。で、そのね3年間の時にも、まあ、前回ね、あの大阪でイベントのあった米美覚師団のドリフトウッドのボスっていうのとのボスとか、覚醒園さんとか、美覚師団の猫モスさんとか、モクさんとか、いろんな方が、ね、出ているイベントにお誘いをいただく機会があって、まあ、その時はもうパキポの現地球なんか売ってるところもなくて、まあ、僕ら自身としては初めてのイベントでね、そういう名だたるすごいお店さんの隣で出させてもらって販売をした時に、すごい植物の好きな人がこう集まって買ってくれるっていう機会がとっても嬉しくって、あ、こんなにこう同じ気持ちで育てる人が多いんだっていうのはすごく嬉しくって、まあじゃあこれを広めていきたいなっていうので、その植物の魅力を伝えて、植物で感動を与えることができれば、よりねこう植物を通じて人とつながることができたんだっていうのをより伝えていこうと思って、そのねミッションビジョンとして掲げてやっております。はい。そこからまあインターネットの販売から始まって、まずはね吉祥寺っていうところに、吉祥寺駅徒歩1分ぐらいのところかな、5階にあったんですけど、まあ大変、まあ庭がついてたんで外に置いとくって環境はあったんですけど、土日だけの営業なんですけど、エレベーターがないとかだったね、5階までこんなうわーって上げて、はあ、みたいな。入れ替える時もそのバスが通るところなんで、もうそこでうわーって下ろせっつって2人で下ろして、上にうわーって持ってて飾って販売をしていたんですね。で、まあ庭はついてたので外でも管理できるようにその当時はやっていました。またね、その当時のねお店を知る方からしたら、もう皆さん5階に階段で上がってくるから、最初にこう、ああ、着きました、ここで合ってますかみたいなそこからなんか楽しい会話が始まるという、あ、すいません、5階まで上がってきていただいてっていうね、僕らと同じ気持ちでこう上まで上がってきてくれて、今と違ってやっぱお店が少なかったので、本当にこう会話する時間とか、お客様と対話する時間っていうのがめちゃめちゃ長かったんですね。だからこそ、まあ、僕としては植物の魅力だったり育て方を伝えるっていうのは、今でも同じようにやった方が皆さんがこう気持ちよく購入できるし、不安材料を除くことができるよねっていうのがあるので、スタッフにはお客様と話して不安を解消できるように、楽しい会話ができるようにしましょうねっていうので、うちの会社のスタイルとしては成り立っております。はい。まあそこがね起源だったっていうところですね。まあその時にはね、本当毎日一組に対して1時間ぐらい話してたんじゃないかなと思います。はい。本当その頃ってもうインターネットにも情報はないし、販売してるところもほとんどなかったので、僕としてもいい経験になりましたし、まあ、その頃の、一緒にね販売同時期で販売してた方もすごい有名なお店さんであったり、インスタグラムではすごい有名な方が多かったりと、こうその 7,8 年10年前ぐらいにはこう考えられなかったぐらい、こうその人たちが開墾アガベとか美覚とかの業界の上にいる人たちになっているので、まあ、ようやくこう業界が少しずつ成熟しているのかなっていうふうには思っています。で、まあ、そこからその YouTube を始めるようにこうね、今日の、まあ、その兄がきっかけで YouTube で発信するようになったんですけれども、まあそのコロナの時に飲食店のそのくるみどりっていうのをこう立ち上げたばっかで、そのね売り上げがブワーッと大変になる時期で、もうジェットコースターのようにブワーッと
とね下にね下がっていく時でお店を返したりしてたんで、まあすごく大変だし、これお店をやるのにこんだけお金をかけたのに売り上げが立たないで、まあじゃあどうしていくっていう風になった時に、割とこうその頃の人が僕を助けてくれたっていうのがすごいあって、まあシンプルに植物の業界っていろんなことを聞かれるんです。どういう風な育て方がいいですか、私の家こんなんですけどっていうところが、少しでも育てる方のヒントになれば、悲しい思いをせずに育てることができれば、植物の魅力を知ってもらって楽しい趣味を見つけてもらえるっていうことで、ずっと情報を発信してやってきました、はい。まあ、そこがねこう2年ぐらいやって、昨年ぐらいからかな、主にこうイベントとかはあんまり出たことがなかったんですけれども、直接ね北海道から沖縄までこうやっぱイベント行ってみようっていうことでイベントに行ってみたら、やっぱすごくねこう見てみようとか参考になって育てられるようになった株がいっぱいあるよ、ありがとうっていう声をすごくいただいて、やっぱりこう画面に話しかけてるというか、皆様に語ってるんですけれども、現状としてはカメラに話しかけてるっていうのが、こうやっぱりコメント以外でその役に立ったよとかっていう感じられるタイミングっていうのはすごく少なかったんですね。だからこんなに見てくれてる人がいるのかみたいな、そこからこういうのも変ですけど、写真一緒に撮りましょうとかって言ってくれるのとか、見てますよって言われるのはもうこんなに嬉しいんだっていうふうに思うようになって、よりこうもっともっと園芸業界にこう貢献することができたらいいなっていうふうに強く思うようになって、まあそう思ううちに今度はこう生産をしたいなっていうふうに思ってね。でまあ台湾に行った時に日本とのまあレベルというか先を言ってるっていうところにすごく驚きを受けて、まあ沖縄にね移住してきて、まあその植栽もできて生産できればいいなっていうので移住してきたんですけれども、まあ YouTube しかり、その撤退してしまった飲食店もしかり、まあチャレンジするっていうことを、まあ僕の人生の目標にしてて、やっぱりやりたいことをやれるように常に努力していかなきゃいけないんだなっていうふうのをすごく感じてて、別に自分自身がその植物の業界の知識を全部知ってて、それを俺が正解だからこのようにしろよっていう話ではなくって、あくまでそれを参考にして育てられるようになったよっていう風になれば、まあ、一人でも多くの方が救われるんじゃないかなっていう風に思って発信、まあ、してきたんですけど、それもそうなんですけど、やっぱチャレンジする、まあ、沖縄にまあ家族で移住して、まあ、大変になる部分がすごく多く、まあそのお金にならなそうだよね、またゼロからだからねって、実際去年とかはすごく大変でした。やっぱり移住するにもお金はかかるし、ゼロからこうお店兼住宅、お店兼というかその生産所兼自宅とかっていうのが、まあ、思わぬ出費とかっていうのはすごいたくさんあったので、ゼロからさ大変だったんですけど、まあでも去年をこう植物とすごく向き合う機会を作れたっていうのは、まあ、肥料だったり消毒だったりっていうのは、まあ、やってる部分はあったんですけど、より深く生産するという意味ではすごく向き合ういい機会になって、あこういうアプローチの方法をしたらより育つのか、ビニールハウスがない状態でアマラアザラシでどういうふうに育てたらうまく育っていくんだろうっていうね、こう自分の中でのこう謎を解決していくごとに自分のスキルがより上がったなと思うんです。だからこれからもこう自分自身はこう挑戦していきたいと思ってますし、植物に対してのこう探求心とかっていうのは失わずにね、情熱を持ってやっていこうっていうふうに思っています。はい、まあまあ、駆け足でねこの経歴みたいなのを話してきましたけれども、まあ、YouTube を始めてからの流れは、まあ、そんな感じですね、はい。でまあ新たにまたチャレンジしたいなって、すぐねなんか1年とか半年とか何にもしてないわけじゃないんですけど、新しいことを何かしたいって私たち夫婦はすぐに思うタイプなので、またねいろんな計画とか企画は立ててるんですけど、まあ動画にできない範囲内でおじゃんになってしまったりとか、これをやるって決めて動いてたんだけどある理由でできなくなったりとかっていろいろあるんですけど、今後もね新しい挑戦はしていきたいと思っています。またね YouTube を見てくださるあの視聴者様のおかげで畑もね無事に見つかることができて、今ねゆっくりですが進行しております。はい、そこもねまたハウスができた時にはより新しいことができるので、まあ、今はねまだ自宅のところの庭でやっているので、スペースに限りがある上でこう鉢増しをできないっていうね、移住してきて2年ぐらいになりますけれども、そこのねもどかしさっていうのはやっぱりありますけれども、その生産っていう基盤を作りつつさらに新しいことをしていきたいなとは今後も思っております。
はい、で、自分自身の自己紹介だったりはしてきたんですけれども、新たにこの5万人っていう登録数まで僕自身すごく長かった。2、3万人までこうバッて、正直な話、うわすごい勢いでこんな上がっていくんだっていう時期もあったし、すごいありがたいなって気持ちでやってたんですけど、これもやっぱりこう育てる人が多くなるっていうのは、やっぱり参考になったからとか、ためになったよっていうのが、そこがね結果的にチャンネル登録数に反映されて上っていくものだとは思っているんですけれども、3、4万人からの5万人がちょっと到達するまでがすごく長かったので、自分自身こう何万人を目指そうっていう考えに至ることがなく、こうなんとなくこう飛ばしてしまう週もあったりっていうところがあったので、こうこの開墾だったりアガベだったりドライガーデンだったりっていうのをよりこう多くの方に浸透して育てるきっかけを作ってもらいたいと思ってますし、こんな楽しい植物あったんだって思ってほしいっていうのがあるので、新たにですね、毎日投稿してみたいなと思います。はい、これね、まあ割と僕の中では大きな決断なんですけど、ただ大きな決断といえどもやっぱりやってる人はやってるし、これがまたこうチャレンジになるのかなと思いますし、まあ、チャレンジと言ってもその毎日その情報を、僕が持っている情報を小分けにでも大きな枠としてもたくさん上げていくことによって、あーこれ知りたかったんだよねっていう方が一人でも二人でも、最初の動画を上げた時にコメントをくれた方がいたように、一人でも二人でもいれば、必然的にチャンネル登録数も増えると思いますし、園芸業界の輪が広がっていくのかなっていう、この業界に対しての貢献もできるのかなと思って、今後よりねさらにパワーアップしてやっていきたいと思っております。はい、結構ねその毎日とかあげるっていうのは割とこうしんどい部分はあるんですけれども、私自身こう会社やりつついろんなことを考えなきゃいけない立場にはいるんですけれども、ただねそこを先頭で走ったり業界をこう盛り上げられる存在でいたいなっていうふうに感じているので、ショート動画、まあ、ロングも含めて上げられるように、全力を尽くしていきたいと思ってますので、改めて、このチャンネルを見てくださっている方だったり、もうね毎回コメントをくれる、山さんという方がいらっしゃったりと、まあ、山さんだけじゃないんですけど、コメントをねいただくこととかグッドでしか僕らって見れないんです、皆さんの、こう評価とか。やっぱりこう悪いところとかにも 目が行きやすかったりするので、多分皆さんに感じ取ってもらう必要なんか一切ないんですけど、まあ自分自身こう大変だなっていうふうに、まあこうなんて言うんだろうな、自分自身でそのものだったりそのことにおいて解決しなきゃいけないっていうのはすごく大変なので、あったかいコメントをくださる方に関しては、まあコメントをくださるだけでもねすごく感謝しているんですけれども、支えられてここまでやってきてこれたのは本当に見てくださる、またずっとこう同じような動画出しててもずっとコメントくださったり応援してたりグッド押してくれたりとか、まあ、もちろんイベントで会うといつもねコメントやっぱり緊張するかできないけどいつも見てるよって言ってくださる方がいたりとか、本当に支えられてるんだなっていうのを直接会った時にはこうコメント数の体感で言うと5倍ぐらい感じるんですこんなに好きでいてくれる人いたんだみたいな、こうキラキラ輝けるというか、自分の中ではすごいありがたいなって思う、こうシーンがすごいあるので、それってじゃあ会ってる時にしか感じられないからペースを一定でしかやれないのかとか適当なペースでやるのかっていうのは、そこは僕は違うなと思っているので、まあ、これからもしっかりと、極力ですね毎日情報を発信してこれを皆様に伝えることで自分自身逃げられない環境を作りたいっていうのはあるので、これから、まあ、インスタグラム、まあ、YouTube においては10万人、インスタグラムについても10万人を目指してやっていきたいなと思ってますし、それが最終的に10年20年経った時に、こういうことがあったからやっぱ園芸の輪って広がったんじゃないって思ってもらえる人が一人でもいれば嬉しいなと思います。はい、こんな感じですかね。全員が全員同じ考えじゃないですし、まあ僕のね動画でこう失敗してしまった方もいるかもしれないですけれども、自分自身がアップデートしてよりね細かい情報をお伝えできることによって楽しんでもらって、趣味というものをねこう趣味というこう世界にね、趣味というその園芸にこうがっつりこうハマってってもらえたら、嬉しいなと思いますし、それが僕のねこの YouTube で発信しているこう意味にもつながってくるのかなと思っております。はい、
やっぱりこう流行りだったっていうこともありますけど、まあ、結果的に言えばね、ただ始めた時については流行ってるから始めたっていうよりはこう面白いのがあって売ったらなんかすごい売れてったっていうので始まった、園芸生活ですけれども、やっぱりこう僕の園芸人生ってあと5年だけではなく10年20年30年40年死ぬまでとこうこの目標を掲げてやっていきたいなと思っておりますので、そのおじいちゃんになった時も YouTube やってるのかな分かんないですけれども、そんなこともねこんな動画振り返ってみてできたらなって思ってます。はい、1万人2万人3万人の時にこうライブ配信とかしたんですけど、どうですかねライブ配信とかは。今ね5万人っていう登録数に到着してたので、まあずっと言ってたんですけど、まあ、こう悩んでてね動かないっていうのも良くないんですけど、チャンネル登録数も増えたんで、こうメンバーシップで見れる場所もいいのかなって、皆さんでこう情報を共有し合えるのが、僕のチャンネルのメンバーシップになっている人が、ね、そういうふうにこう話し合える機会だったり情報をこう共有できる場にできてもいいのかなっていうふうにすごく感じたので、どうですかねそんなそういうのもいいんじゃないとか、まあ、今のこの内容がねこの見てる中で思い出しながらこうコメント書ける方はやってもいいんじゃないとか、やったら入るよっていう意見があったら、コメントいただけたら嬉しいです。はい、まあ、沖縄も慣れましたかってよく聞かれるんですけど、だいぶ慣れましたね。はい、で1年目は冬は寒くないよって言われたんですけども、去年は普通に寒いなって思いましたし、まあ、今年もちょっと肌寒くなるだけでおようやく長袖着れるなとか寒いなって感じるようになったので、沖縄の気候という部分では慣れてきましたし、育成をどういうふうにするかっていうところもだいぶつかめたところではあります。はい、またねすごくあったかい方が多くて、日々ねこう支えられることが多いなっていうふうに感じております。はい、この地にねこう来れたっていうのは感謝すべきことですし、これからもこの地で、チャレンジできることを常にこう先を見てやっていきたいなと思っております。はい、またね僕が昨年からこっちにこう来てる部分があるんで、やっぱねスタッフの、負担が大きくなって大変な部分が多いんですけど、まあそれをねこうしっかりやりきろうと思ってくれているね、あのスタッフのひろきっていうのはいるんですけど、またアルバイトスタッフの方にも感謝の気持ちでいっぱいです。こういう気持ちを忘れずに今後もね情報を発信していきたいと思っておりますので、応援していただけたら嬉しいですし、応援してもらえるような発信、情報発信ができるようにこれからもやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あとどうですかねイベント、去年ねめちゃくちゃいろんな、もう北海道も行ったんですけど、今年は割と去年よりですね実はこう施工が増えてしまったっていうのがあって、まあ割といっぱいいっぱいになっているので、イベントはねなかなか行けなかったんですけど、前さっきも言ったようにね行くとめちゃめちゃパワフルなんですよ、ありがとうって言われるんで。北海道から沖縄どうですかね、まあ大阪に関しても前回というかレクロ出て11月はちょっと寒さもあったんで、あの見送らせてくださいってことだったんですけど、来年はねまた大阪出られたらなと思っております。また福岡また北海道、沖縄に関してもやりたいんですけど、愛知もかやりたいですね。フィールドスタイルもね今年は出ないっていう選択をしまして、冬に備えているんですが、今年もですね施工が多かったプラスアルファ施工のご相談もめちゃくちゃ多く現在進行形で進んでるので、来年の予定を立てたいんですけど、早く立てればいけるよって方いますかね。そういう方に向けてもう1年のスケジュール決めてやるのもいいよねって話はしてるので、リアルで会うことによってこう なんだろうなこうやっぱ人とのつながりって最高だよなって思う部分があるので、行った先でオフ会飲み会とかねそういうのはこう先にこう予約制でやるとかもいいですよねなんかこう好きな人同士で集まれたらいいのかなとかっていうふうにも感じております。はい、めちゃくちゃね長くなってきましたが、これからまあさらなる挑戦もあると思うので、いろんなね発表が僕からはね、そんなことすんのとかっていうのはねあるかもしれませんが、これからもね楽しみに動画を見てくださると嬉しいです。はい、また何度もお伝えしておりますが、視聴者の皆様が見ていただいているおかげで私自身が活動できておりますので感謝しております。ありがとうございます。はい、ではですね、これから動画たくさん上がると思いますので、引き続き動画を追っていただいて、まぬつまなかの、ストーリー楽しみにしててくださいねはい、そんなところですかね。はい、まあ継続は力なりということで、しっかり、僕自身このタイミングで動画出したっていうのはもう来年1月っていうのはもうすでに始まってますし、
1月1日からまたたくさん出していこうと思っても、それはこう自分のメンタルがついてこないなと思ったんで、もう来年が始まってると思って、今年新たなスタートをチャレンジを切りたいなと思って、感謝と新しい目標を皆様にお伝えさせていただきました。そんなところで本日もご視聴いただきありがとうございました。ライブやる？やらない？どうしようかな。恥ずかしいですよね。でもね、なんか恥ずかしくなってきちゃった。はい、ありがとうございました。